田中義夫大正5年6月22日は、幕末から明治期の博物学者、動物学者、植物学者、農学者、園芸学者、物産学者、近景観思考、断尺。日本の博物館の父として知られる。博物学や分類学における翻訳語の成立に関わった。市川清流によって考案された、博物館という和製看護を、 町田久成と共に普及させた。東京国立博物館や上野動物園の設立に携わった。パリ万博やウィーン万博での日本の出展に貢献した。植産工業や啓蒙活動に努めた。元老院議官、貴族院議員、大日本三林会会長、日本園芸会副会長を歴任した。1838年8月9日。 信濃国稲郡飯田城下の中荒町に、旗本、千村氏の転移を務める医師、田中隆造の三男として生まれた。隆造は1834年に、長崎に留学して、蘭学を治めており、医学のみならず本草学、生理学などにも関心が深く、吉尾も、その影響を強く受けることになった。また、竜造は吉尾に漢学を身につけさせ、特に、人の人たる道は、 この世に生まれたからには、自分相応のことをして、西洋をなさねばならないと教えさとした。晩年の伊藤圭介1856年秋、名古屋に出て、終わり藩御五天位で、博物学者としても著名であった、伊藤圭介の門下に入り、志村五郎、柳川春蔵らと共に書生として主刀などの西洋医学を身につけたほか、博物学や本像学を学んだ。しかし、 1858年に家督を継ぐ立場である兄が病死したことから故郷の飯田に帰った。ただ自宅で本草学や博物学の研究を行ったり、時には名古屋に出て伊藤圭介の下で学問をしていたという。1862年、伊藤圭介が幕府の番書調べ書に招聘を受けることなり、吉尾はその助手として出資し、物産学、 本造学の研究開発にあたることとなった。吉尾のその後の10回によると、この際採用された人物の多くは、市である伊藤圭介を含めて、大根、人参、ごぼうなどといった、日用産物の食産には関心がなく、吉尾が物産所でもっぱらこの研究に従事することとなったという。この間、圭介の友をして、シーボルトを訪ねている。改正処罰の物産所で、 食産工業の発展を探った。その後氏は恒例により職を辞して故郷に帰り、その公認となった。1865年、幕府はパリ万国博覧会に正式参加表明し、万博に昆虫標本の出品を決定することとなった。翌1866年、吉尾は幕府からパリ万国博覧会への出張と昆虫標本採集と政作を命じられ、 関東一円に赴き博物学者の子、アベタメ島と採集を行った。同年11月、パリに向けて出港し、シンガポールやスウェズ運河を経由して到着している。1867年、パリ万国博覧会に出張。自ら採集した昆虫標本が現地の研究者に高く評価された。1867年帰国した。翌年には、 母親戦争が起こり、5月には上野戦争があったが、吉尾はこれにはかかわらず、研究や整理に没頭した。東京が明治新政府の所有となると、要所調べ書は改正書に解消され、吉尾は御用係として任命されて、大阪整備局の建設に従事した。大阪の大阪城跡地に、理科学専門の高等教育研究機関、 精密局開設準備に取りかかるが、精密局と呼ばれたこの施設を、科学だけでなく物理学等その他の自然科学全般を研究対象にする組織機関として、博物館という名称を提案する。さらにこの時植物園や温室などを付設することを提言、この施設を有保所、園遊と名付けている。この施設の構想案では7つのゾーンに分割し、 気化学的洋風庭園など、今日のリサーチパーク的な植物施設を構想している。1869年5月、整備局は開設されるが、予算の関係状態の施設は実現できなかった。1870年3月、大学南公物産局に転任となり、東京に戻った。ここでは後に、博物館の創設に共に従事する町田久成と同僚となっている。 1870年、物産局を創設。後、官業省、農商、務省、農林省、商工省、通産省を経て、経済産業省に発展する。また、物産会すなわち、食産工業を主な目的とした、博覧会の開催にたびたび関わる。1872年、九段坂上商魂社経内で小規模博覧会を実施。 この年文部省が発足、湯島聖堂が文部省所轄となり、文部省博物館として、開祖、物産展の展示物収容されると同時に、同博物館に移籍した。同年東京府に、園樹の植え替え付けにつき、権議を提出。1872年4月、翌年開催のウィーン万国博覧会への公式参加に伴い、 全国各地から取り寄せた出品予定品を公開するため、湯島聖堂大聖殿で湯島聖堂博覧会を実施する。湯島聖堂博覧会のスタッフたち。前列右から2番目が田中義夫、4番目が町田久成。1873年、佐野城民らもにオーストリアウィーンで開催されたウィーン、万国博覧会に派遣される。 1875年、博物館、動物園などを持つ公園の設立に尽力し、上野の博物館、動物園の建設のために、町田久成らと共に力を注いだ。町田が初代博物館長を務め、後に田中が職に就く。こうして、上野公園設計に携わり、博物館と動物園を設置した。同年刊行された田中義尾役さん。 動物学書編哺乳類は簡略な図いであるが、分類階級の訳語として、クラスに、ツナ、オーダーに、木、ファミリーに、カ、ジーナスに、属、スピーシーズに、種の分けを用い、これが今日に及んだ。飯田市街地にある、田中義雄検証碑の傍らにある美和の一品種、田中。田中義雄が、長崎で食べたものを持ち帰り、自宅で栽培したことが、 始まりとされ、現在も愛媛県や千葉県等で栽培されているのを、商務省博物局長を務めた後、省を退職し、元老院議官、貴族院議員などの任につく。1878年駒場農学校の設立に参画、する。1881年第二本農会結成に参画し、1882年に、 大日本水産会と大日本三林会の創設に、尽くして日本での農学と農林水産業の発展に貢献。1890年9月29日貴族院直線議員に任じられる。10月20日近急官司校となる。1893年、日本園芸会副会長として、小平義力と日比谷公園設計案を提出したが採用されず。 1915年12月1日、男爵を女爵。生涯、農林水産業や、博物学の発展振興に努めた。1916年6月22日、東京市本郷区、本郷金助町9月に、飯田市美術博物館で開催された、田中義し展に契機に、平成12年4月に、田中義し知る会が設立され、年6回の学習会や、 出版活動、思考民間で関連資料の展示などが行われるようになった。2007年に、飯田氏の有志により、田中義雄の共造党政策を願う会が設立され、飯田氏美術博物館及び国立科学博物館に設置する田中義雄の共造政策のための募金活動が始まった。2008年に、 田中義雄の生誕170周年と、飯田市美術博物館の開館20周年を記念して、両館への寄贈を実現させた。2016年8月30日から9月25日、国立科学博物館で、没後100年記念企画展開催。前日には、胸像の除幕式が行われた。飯田市街地にある、田中義雄とその弟、吉門の懸賞費東京。 谷中霊園にある田中義しの墓よ。田中は植物の学名で命名者を示す場合に田中義しを示すのに使われる。ありがとうございます。